有明海沿岸道路、大牟田高田道路有明海沿岸道路、高田台はバイパス建設が進む自動車、専用道路区間の工事や部川大橋佐賀県側の有明海沿岸道路開通区間有明海、沿岸道路は、福岡県大牟田市を起点とし、佐賀県鹿島市に至る、計画の延長約 55km の地域港、企画道路であり、 国道208号及び国道444号のバイパスでもある。将来的には、大牟田市から南進して、熊本県熊本市の熊本天草幹線道路まで延長する構想もある。有明海沿岸の都市群を結ぶことにより、深刻な渋滞箇所が存在する国道208号、等の混雑緩和と交通安全の確保を、主目的として、計画、事業化された。 地域間の交流促進を図るとともに、接続する道路を介して、各種広域交通拠点との結節機能も持つ。現時点においては、大無田高田道路、高田大和バイパス、大川バイパス、大川佐賀道路、佐賀福富道路、福富鹿島道路が整備区間に指定されており、内大無田高田道路、高田大和バイパスの全線と、大川バイパス、 佐賀福富道路の一部が共用されている。大牟田高田道路は、福岡県大牟田市から同県宮間市高田町に至る、国道208号のバイパスである。現時点では、有明海沿岸道路の南東端にあたる、三池港インターチェンジを起点とし、大牟田インターチェンジから県道インターチェンジ付近にかけては、埋め立て地に立地する工場地帯の中を突き抜けるため、 高いフェンスで覆われていて周囲が見渡せない区間も存在するが、県道インターチェンジを過ぎて道面川橋を渡ると、一転して、観宅地の広がる、のどかな風景となる。大牟田北インターチェンジでは、接続する熊本県道、福岡県道1五南間大牟田北線を介して、九州自動車道南間インターチェンジにつながっており、大牟田支援岸部と九州道を結ぶ最短ルートとなっている。 観宅地から、やや内陸側に向きを変え、右手に見える黒崎公園を通り過ぎたところに位置する黒崎インターチェンジに至り、そのまま高田台はバイパスへと続く。高田台はバイパスは、福岡県宮山市高田町から同県柳川市、大和町に至る国道208号のバイパスである。起点は、大向高田道路から続く黒崎インターチェンジ。黒崎インターチェンジから、 高田 IC にかけての区間は、干拓地の中を通るため、見晴らしがいい。高田 IC から矢部川大橋を渡って、徳増インターチェンジに至り、そのまま、大川バイパスへと続く。大川バイパスは、福岡県柳川市から同県大川市に至る、国道208号のバイパスである。起点は、高田台はバイパスから続く徳増インターチェンジ。国道443号。 国道208号限度をオーバークロスする。現時点での共用区間は大川東インターチェンジまでで大川東インターチェンジから大野東 IC にかけての筑後川をまたぐ区間は2021年3月14日の開通を予定している。なお大川東インターチェンジから大川中央 IC にかけては一般道路部が共用しており、この区間は 国鉄佐賀線跡地を転用している。国土交通省の事業評価によれば、大川佐賀道路の新規採択時事業評価は、将来に得られる便益が1580億円、建設、維持にかかる費用が589億円である。すなわち、同区間の1キロメートルあたりの便益は158億円となる。大野と IC もロドミ IC 間が千二十二年度に開通予定である。 暫定開通区間における将来の自線道部の4車線化及び一般道路部併設区間の未供用区間については調査、設計が進められている。有明海沿岸道路の整備目標はおおむね2023年頃である。佐賀市来市間は九州新幹線西九州ルート進行策の中で2017年度が目標である。佐賀市に設置が計画されている佐賀 JCT では 地域高規格道路の佐賀から津道路に接続する見通し。有明海沿岸道路の周辺では、柳川市などを中心にロードサイド店舗が点在しており、無料で出入りが可能であることから、沿線にサービスエリアパーキングエリアなどはない。なお、2019年6月1日に、福富 IC に隣接する形で道の駅白石が開業した。ありがとうございます。